どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はテレビ番組の回ですね。僕が昔見てたテレビ番組をここで喋るといった感じの回でございます。今回は、ホコタテです。はい。見てましたね。ホコタテ面白かった。2011年から2013年まで、えーまあ、短い期間ですけれども、えー、やっておりました。まあ、ホコタテですね。まあ、矛盾にちなみ。 相反する、えー、絶対にまるなもの同士を戦わせて決着をつけるという、そういう番組ですね。はい。だから、ま、素人さんも出てくるんですけれども。で、まあ、これね、短い期間で終わったって言いましたが、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、打ち切りになったんですよ。はい。それは視聴率が悪かったわけではなくて、やらせがあって、疑惑があって、それで打ち切りといった感じになって、すごく残念ですけどね。まあ、やらせあったらこれはちょっとね、 冷めちゃいますよね。で、まあ、これの面白かったところは、その基本的に対戦相手の情報を教えないっていうところですね。まあ、どういった戦いがあったのかと言いますと、まあ、すごいたくさんありました。穴開かない金属。絶対に穴が開けられない金属 VS、絶対に穴を開けるドリル。ま,あ、まさに矛小ですよ。があったりとか。見破れないシリーズね。これ好きでしたよ、僕。はい。その作る職人。うん。それを見破る生産者。もしくは、整形外科。 だから、例えば、リンゴ。リンゴを、本物そっくりに作る。でも、それを、リンゴ作ってる生産者が、本物か偽物かを見極めるってやつですね。メロンもありましたよ。いや、面白かったな、これ。うん、もう一回見たい。<laughs> あと、ま、その、整形画だと、その、ヌーブラ。うん。アイプチ。そこを、あの、見破るっていうね。あと、写真のように見える絵。バーサス、どんな写真でも見極めるプロとかね。はい。 ありましたね。で、えー、忘れちゃいけないのが、ワンピース編集者 vs ワンピースマニアですね。<laughs> この対決ね。マニア強いですよ。はい。僕はもう絶対、あの、立ち入れないぐらいのレベルだったんで、すごいなと思って見てましたけど。あと、まあ、で、それに関する電車。うん。電車の職員と電車マニア。バスの職員とバスマニアみたいな。とかね。あと、金庫対決ね。 絶対開けられない金庫を開けるっていう人その対決とかもあったなと思いますでやらせがあったのはスナイパー軍団 vs ラジコン軍団ですねはい必ず当てるスナイパーとあの逃げ切れるラジコンの戦いこれがまあ演出とかでこう対戦順番が違ったりとかいかにもこうデッドヒートしたように見せたけどその出演した本人が告発したっていう放送された回を見て こんなんじゃなかったっていうことを言って、えー、まあ、やらせがあったと。で、あとは、あのー、何でも捕まえるタカ、バーサツ、絶対捕まらないラジコンでも、またラジコンですよ。はい。まあ、これは、最初ラジコンで怖がったんですよね、タカが。相手の情報を教えなかったから。でも、それをまず慣れさせてからやったっていう。まあ、これはやらせっていうか、まあまあまあ仕方ないのかなっていう感じですけどね。まあ、そういうのがあった。そうで。 えー、高年が MC やってた番組ですけど、かわいそうにと、個人的には思いましたね。すごくあの、アイディアとしてはね、あの、引きつけられる素晴らしいやり方だな、っていう。 好きな番組だったから、うん、すごく残念でしたけど。でもやっぱり、うまくいかない時はあると思うんですよ。そうそう、ね、毎回、デッドヒートして、いい感じの勝敗のつき方がなるかって言ったら、絶対そうじゃないと思うんですね。あっさりなっちゃう結果にね、終わるっていうこともあり得るから、もうそれもそれで放送していいじゃんって思うんだけど、そこはテレビのね、あの、アホなところで、やっぱそれはやらせたくないみたいな。で、悪いことをすると。<laughs> ですよ。富士テレビへ。 そういうことしちゃダメですよ。というわけで、まあ、ほこたてね、懐かしいなと思った方は、高評価お願いします。僕と同じく残念な気持ちがあった方も、えー、高評価お願いいたします。そんなわけで、えー、二次郎音声今回は、この辺で終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。